一人ぐらいはいるでしょ。ぶっちゃけ、はい、よくほら、ビジネスで男気、男気って言ってるけど、はい、俺から見ると、はい、全然男気ねえじゃんっていうのは。え、それ誰ですか、言ってもらっていいですか。まあ、一番あげるとしたら、はい、でもあんだけの本数出てらっしゃるじゃないですか、うん、同じ役者で、うん、めちゃめちゃ嫌いなやついるでしょ。こいつ殺してやれてよみたいな、いないですか、あんだけいたら。いるでしょ、やっぱ。ちょっと待ってね、エリーさん、これ全部 P 入れるの、うん、全部 P 入れますか。これも、あの、割と言いたいこと言っちゃう。はい、今まで結構こういうタイプで、はい、結構言ってるんで、はい、そんないないかな。いないんですか。そんなにいないかな。なんでかというと、はい、自分自身があの現場で、はい、割と、なんだろう、共演者と話したり、はい、コミュニケーションを一切取んないんで。取らないですね。だから逆にあの反対に向こうの方が、ああ嫌われてる、まさまさだ、あれあっち来てさ、なんかアクションになって目の色変えるし、はい、演技なんかあいつ本気だし、はい、あいつなんか預かりにくいよね、めんどくせえよ、あいつめんどくさいよねって。ああ多分いやけどそれでも一人ぐらいはいるでしょ。いるでしょ、絶対いるはず。ちょっと待って、こいつだけは許せねえわみたいな。俺でもやっぱいますもん、こいつだけは許せねえわ。名前はそんなにあるやつじゃないけど、はい、何人かこの野郎っていうのがいて、はい、まあ、現場で怒鳴り倒して名前つかんないっていうのがあったけど、はい、そこまでそこまではない。何かな、ぶっちゃけ、はい、よくほら、無事でほら、兄貴兄貴って言われて、はい、男気男気って言ってるけど、はい、なんか俺から見ると、はい、全然男気ねえじゃんっていうのがいっぱい売ってる。あ、男気がないのに男気で売ってる。そうそう。え、それ誰ですか、言ってもらっていいですか。言ってもらっていいですか。P 入るんですよ。入ります、入ります、入ります。入りますよ、入りますよ、P 入ります。まあ、言うけどね、はい、本人の前でも俺言うけど、はい、まあ、一番あげるとしたら、はい、危ねえだろうが。危ねえだろうが。危ねえだろうが。マジっすか。マジ。俺から見たら男気があるとちょっと思えないじゃない。この3人は完全に男気じゃないですか。うん、はあ、男気がない。大ちゃん、あの役者としてなんか真剣にやるよ俺らっていう、いつもあの共演すると思う3人だ。はあ。あ、そうなんですか。楽しい声でこういう声からいつも思いながら、はいはい、気にしてる。いや、それちょっとすごいですね。まあね、ほらやっぱり外から見てるね感じと実際とほらやっぱり違う。いや、そうですね。これはあくまで俺から見たあの目線の中で、俺はそう思わねえなっていうのは。あ、そうですね。そうそうそう。じゃあやっぱりあの V シネの中でやっぱああいう風な役柄だからそういう風に、ね、ね、思われてるけど、それはそうかもしれないですね。そう、だから多分あの役柄とそれでほらやっぱり人気出るしチヤホヤされるしで勘違いしちゃうんだろうね。自分がすごいと思っちゃうんだろうね。あ、もう一人いたわ。危ねえだろうが。自分が多分ヤクザがやってて、はい、なんか自分ヤクザよりなんか男気だと思っちゃったよね。とんでもないよね。なるほどっすね。やっぱりいろんな役者の何百本も演じるけど、はい、やっぱり一俳優なんで。でもあの武士道と任侠道はやっぱり自分のポリシーなんで、だからどの職業でもな、やっぱりこうあのこれ外さないなんかある、うん、はいはいはい。そこはやっぱり武士でもそうだし、人形感もやっぱりありますので、僕はやっぱり守って役者だけど、役者なのに人形像をね、やっぱすごいっすね。それこそ
大和たけしさん、たけしさん、たけしさんやっぱもともとボクサーでミドル級チャンピオンで、うん、強かったじゃないですか。そうだね。で、たけしさんに芸能界で役者とかで本気で喧嘩して勝てない人いますって聞いたんです。あれでもでかいじゃないですか、183、ね、5ぐらいあるんですか、めっちゃでかいし、いますって言ったら、おいるよって。誰ですか、松田さん絶対勝てねえだろって。あ、やっぱ勝てないですか、勝てるわけねえだろってやっぱ言ってたんで、お前いまだに現役でやってんだね、体鍛えて、ね、勝てない勝てないってやっぱ言ってましたよ。そう、ね、だって1日腹筋2000回やってる人って俺初めて聞いたっすよ。これでも最初にあの公園で千本蹴りやって、はい、筋肉痛なんどこ見たくないよ。いやいや、この公園でやってるでしょ、はい、で周りにやっぱ人とかいるじゃないですか、うん、とてつもない格闘家がなんかやってんなと思われてるじゃん、やっぱ。だって、ね、若いお母さんとかだったら分かんないわけじゃないですか。大体昼間やると、はい、若いお母さん子供連れて、はい、あの今ぐらいとかもあったかいんでご座引いて、はい、なんかお弁当持ってきてそんなとこで太極拳とかやってんの。そう、太極拳やってそれでピラミさんながらお母さんが見てんだと思ったから、さあ、じゃあ千本蹴りだって。本当に千本蹴るんですか。千本蹴る、蹴るよ、千本。ストイックで言うと、うん、僕もあの元々踊りやってたんで、ダンス界でも、うん、もうすごいストイックな体鍛えるのが好き、うん、でもう本当筋トレから、うん、あのランニングからいつもやってたのが僕のダンスチームでマークさん、うん、ね、うん、マークさん、ズボとズーのマークさん、うん、マークさんのやっぱりレッスンというか指導を受けるとき、やっぱみんな1日でやっぱやめるんですよね、うん、マークさんもこれを一緒にやるんですよ、うん、けど8時間とかやっぱ 踊られると、うん、もうみんなやっぱ気分が悪くなるんですよで一時期マサルさん の事務所の方にマークさんがちょっと役者としてちょっと いらっしゃったじゃないですか。そうだ、うん、あの時にマークさんがあのマサルさん その指導を受け入れたでしょ。はい、そう。その時も8時間ぐらいの、はい、授業だったらしいですけど、あのマークさんがもういいかなって公園でね、もう俺はいいかなって言ったんですよ。公園でアクションの練習で、はい、千本蹴りプラス500本ぐらい蹴ってんじゃない、はい、あのコンビネーションで、はい、あの手つけて、はい、50と60ってやって、はい、そうじゃねえ、こう言うんだよ、こう返してって、もう返すってなんかね。あの時は自分はやっぱりあのだいぶ30代中盤でなんかバリバリやったんですよね。あのストイックのマークさんがちょっといいかなって俺初めて聞いたんですよ。あんだけ踊ってもう10キロぐらい余裕でバーッ走って、すごいですよ結構体力も。だって未だにもう57でまだ現役でやってるし。そうだね。この間あの仕事の帰り車で、はい、郵便局の前でなんかとてつもない、なんかこんなことやってるのってしまって、なんじゃろうと思って見たら、あのマークですどこで戻ってますマークさん。もうすごいよ。いや、すごいですよ。あの世田谷郵便局のまだ午後3時ぐらいだよ、はい、人もいっぱい自転車も通ってるし、はい、そ関係ないからね。関係ない、なんかやこれやだからマサルさんと一緒なんですよ。マサルさんも公園でお母さん子供いても関係ないじゃないですか。マークさんも同じなんですよ。人がいても関係ない、人のこと言ってますけど一緒なんですよ。一緒なんですよ関係ないですよ。もう我が道を行くですから。関係ない、恥ずかしくないでしょ。だって全然恥ずかしくないね。全然恥ずかしくない、一緒ですよ。子供が池のほとりでやってるから、子供がなんかメダカ拾ったり、なんか髪いじめたり、なんかって言っても関係ない。たまにあんまりうるさいと、これはこのままカメラかわいそうだろつって見つけながら対局やって。もう完全に名物おじさんじゃないですか。いや、こういうのちょっと聞きたかったんですよね、俺も。だから、僕の V シネ大好きで、ほとんど V シネしか見ないんで、うん、ほんとちっちゃい頃から、うん、ビデオ屋行って、借りて、うん、元々だけ菅原文太さんのあの仁義、そう、あれやっぱ仁義だけ、やっぱり最高傑作じゃないですかね。やっぱりあれ、そう、何回見ても面白いですもん、やっぱり。あの実力で何百本もやったけど、はい、あの広島のやっぱり実力も一番こうやってて乗るね。ああ、そうですか。危ねえだろうが。話全部やったけど、はい、
大体梶山圭さんのやつが多くて、はいはい、九州でもね、いろいろなね、九州でいろんな役ね、その親分の役やったりね、それを見にあのバンニャンに来たりしてたじゃないですか、ね、ああ来るよっつって、ね、映画がそのまま映画から出てきたみたいにね、見られちゃってね、そうね、本当はもう単なるマニアックな体が来た、マニアックな人、なんか役柄がやっぱあんな怖い役柄ばっかりやってるから、うんうん、俺最初会った時拍子抜けしました、ああ、本当にいい人なのと思って、なんかオラオラかと思ったんですよ。山竹さんはそのまんまだったんで出てきたまんまだったんで、ああの役通りだなと思って、うん、全然あの違和感なかったんですけど、和沢さんは違和感ありましたね。なんかみんな役のままの人が多いから、自分やっぱりね、なんかほら役者なんで、役柄ですよね、普通は普段はあの自然体でっていうのは自分の、まあ、考え方というか、自然すぎるし、もう溶け込みすぎてて、いや本当俺最初見た時分かんなかったぐらい自然やったんですよ。だからすげえなとこで、うん、V字での撮影のもう俺現場一緒立ち会わせてもらうのになるじゃないですか、うん、そうね、それこそあの的場浩司さんやったら九州のライオン、あれ僕のもうまさしく地元なんですけど、 あれのたまたまね筑豊弁をにして直してほしいって言うんで僕のとこに来て、もうそれ変えて撮影立ち会って、でその時ねやっぱやってて二代目組長の役かなんかですよね、確かね二代目組長かなんかの役で、いやあの時もね本当わすげえやっぱ他はやっぱちょっとなんか どよっしゃやっぱ、うん、空気がなんかなんかとんでもないとこ来たなと思ったんですけど、みんな夏場のロケだったんで下手ってたのかな、みんななんかくたぶれてたんでみんなね、いやでも僕が一緒連れて行ったらね、うん、あの後輩が疲れすぎてたんでしょうね、撮影やってる隣の部屋で寝てて、でなんか音が鳴ってますねって言われて開けたら耳に書いて寝てたんですよいや懐かしいですよ、あれも16年ぐらい前ですよ、そうだね、はい、16、7年前だと思いますね。あとね、うん、やっぱ自分の苦労した話、あこれも聞きたいですよね、苦労した話ね、はい、絶対苦労してるじゃないですか、そうだね、はい、うん、苦労といえばやっぱり香港映画に出たくて、香港映画、うん、はい、で向こうで活動したくて、はい、配信で一人行って、でもちろん強くないし、空港で七福星の一人が映画会社のボスで、全くの見方に伝ってます。そのボスもここら辺ではやっぱりボスだから、はい、その世界、はい、おいおいアビーだこんな感じで食ってみて、全く味もしないよなんか何言ってるか分かんない